こんにちは、キム予備のキムソンナンです。皆さん、喜びや期待をするときとか緊張をするとき、胸や心臓に関する表現をよく使いますよね。胸がキュンするとか、心臓がドキドキするとか、今日は韓国語でドキドキワクワクするときに使える表現をいくつか準備してみました。まず心臓は韓国語で심장、胸は韓国語でガスムと言います。スムの発音が少し難しいかと思いますが、スムではなくスム、ガスム。それでは心臓、胸、そういった感情に変化があった時に使える韓国語の表現いくつか見ましょう。まずは심장이뛴다。심장は心臓ですね。で、뛴다は走るっていう意味。日本でも同じく心臓が走るっていう表現使いますよね。韓国でも心臓が走るっていう意味で심장이뛴다っていう表現使います。次はドゥグンドゥグン하다。心臓がこう走る時の音を韓国ではドゥグンドゥグンと表現します。なのでドゥグンドゥグン하다は日本語のワクワクするっていう意味に近いです。ネガティブな時、ネガティブよりはこうポジティブですね。何かにこうな期待を持って何かワクワクする時にドゥグンドゥグン하다、なんか恋に落ちたり、何か好きなものを見たりした時にドゥグンドゥグン하다っていう表現使います。次はクンクワンクンクワン、コンタクコンタク。サウンドでなんとなくキャッチできると思うんですけど、クンクワンクンクワンは大きく心臓がこう動い走る時ですね。クンクワンクンクワン、本当に何だろう、ステージに立つ前とか、告白をする前にクンクワンクンクワンっていう表現使えるかな。細かくっていうか小さく早く動くときはコンタクコンタク、テストの前とか何かの発表の前にコンタクコンタク。この心臓が大きく動くとき、韓国では心臓にクンクワンクンクワンを短くしてシンクンハダっていう言葉を最近使ってます。今ちょっと古い感はあります、正直。次は緊張ハダ。日本語の緊張するにあたる言葉なので同じく使っていただいて大丈夫です。緊張ハダ、これね、発音を緊張ではなく緊張って言っちゃうとキムチを作る作業を緊張って言うんですよ。なのでこれ発音間違えないようにね、緊張하다、緊張。はい、次、흥분하다。흥분は日本語の興奮という意味です。もちろん使いも韓国では同じですね。何かすごくいいことがあった時とか、前から長く願ってたことがこう叶った場合、みんな興奮しますよね。もちろんそのまま以外の興奮をする場合はあるとは思うんですけど、では一つずつ言ってみますので、私が先に言ったら真似をしてください。심장이뛰다、두근두근하다、쿵쾅쿵쾅하다、콩닥콩닥하다、심쿵하다、긴장하다、흥분하다。今日の韓国語レッスンはここまでです。他に聞きたいこと、この場合は韓国語でどういうふうに言うのとか、そういった質問があったらぜひ下のコメントに残してください。ではまた来週キム曜日に会いましょう。안녕。